こんにちは。うつ主カエル枕代理のゆっくりパチュリーです。朝の羽田空港からお送りしております。現時点でどこに行くのかわかっていない赤まんじゅう。まあ知らないのは彼女だけですけどね。まあ今回も早速参りましょう。ゆっくりしていってね。ドッキンハートにまばたきショットゆっくり霊夢です。そんなこと言うと泣いちゃうからゆっくりマリサだぜ。札幌？まあ最終目的地じゃないけどひとまず千歳に向かうわよ。しかも天候が怪しいみたいじゃないのよ。なんとかなんだろ。わざわざ寒い時期にもっと寒いとこ行って何するってのよ。札幌に着いたら教えてあげるわよ。しかも飛ぶには飛ぶけど千歳の状況によっては引き返すんでしょ。まあそうなったらなったでネタにはなるだろ。しかしよく飛行機使う気になったわねー。嫌なんでしょ。速さと安さを重視した結果ね。速さはともかく安さ。そろそろテイクオフなので、今回は早期割引のスーパーバリューセールを使用したの。片道8000円もしないのよ。さっさとこの日に決め打ちして手配したのね。その安さなら飛行機にしちまうよな。土日で北海道に行って帰ってくるからね。あ、一泊はするのね。さあさあ、いよいよこの雲一つない大空に飛び込んでくのぜ。行き先が問題なんでしょ。しかし沖縄行きたかったな。うつ主はあまりいい思い出がないみたいね。おお、飛んだ飛んだ。しかしまた窓の外に翼があるのねー。窓側の選択肢が少ないんですもの。あら、あれは？ちょっとボケてるけど守ることなき富士山だな。本当に雲一つないわねー。新幹線乗ってる時もいつもこうならいいのにね。あのでっかい川は利根川ね。新幹線や国道4号も見えるのぜ。新幹線は真ん中あたりにあって左上に伸びている白い線ね。なんかハートの形した池が見えるのぜ。渡良瀬遊水地ね。本当にハートに見えるわ。関東平野とおさらばした途端雪がちらほら見え始めたわねー。もうどこにいるのかさっぱりわからない。実況と言っていいのだろうか。そして気がつけば周り一面雲の海。雲の海ってなんだかお相撲さんみたいなのぜ。ぽちゃぽちゃぽちゃりーにはぴったしかしらね。このイメージは何なのよ。動きも緩慢なのぜ。爆弾でございます。現在冬季高度37,000米と約11,300メートルで目的地千歳空港へ向かい順調に進めております。ただいまところ目的地到着時刻は9時35分ぐらい停止しております。最新のジャマスト空港周辺の天候は雪、気温はマイナス6度との報告を受けております。時あと10分といたしますと着陸のための降下を開始でございます。降下に際しまして、大きな予想します線が上空の雲及び風の変化の影響を受け、突然力がございます。どうぞお察しはしっかりとシートベルトをしゃべらせるようお願いします。失礼します。ここで恵みのお茶ね。ありがたくいただくので。青森あたりかしら。月並みだけど寒そうねー。こんなとこで遭難したくないな。海に出たということは津軽海峡かしら。北海道はもうすぐそこだぞ。あとは噴火湾の上を苫小牧方面に向かっていくだけね。その前に函館が見れるのぜ。正直よくわからないけどここが函館とか亀田半島のあたりかな。なんだかそこそこ澄んだ空に見えるけどどうなるかしらね。暑い雲ねー。わかっちゃいるけどこの下はとんでもないことになってるんだろうな。高度を下げて雲を割っていくわね。視界も真っ白。とりあえずこのまま着地してくれればもう何でもいいわ。少しずつ視界が開けてくるのぜ。海が迫ってきてるわね。苫小牧のあたりかな。新千歳空港はもう間近ね。だいぶ高度も下がったわよ。苫小牧港も見えてきたわ。沼の畑駅の上を通って着陸態勢に入るかしら。しかしな、ご想像通り吹雪いているわよ。まあ何も言ってないからこのまま着陸するでしょ。そろそろ行くわよ。ほぼ問題ないけど緊張するな。ほぼないだろうけど何かあったら一発で終わりじゃない。とりあえず見てみましょう。ドスンとな、パッチェさんが四股踏んだような衝撃なのぜ。ああ、まあついてしまえばあとは JR に遅れがそう出ないことを祈るのにね。遅れが出るのは確定なんだな。
だってこれだしね。列車を走らせてくれるだけありがたいわね。帝国より5分遅れで到着なのぜ。空の上ですでに9時35分到着予定って言ってたもんね。その程度ならちっとも問題ないわ。当たり前だが縛れるのぜ。暑がりのうつ主がきちんとコート着てるしね。お、これぞ北海道。札幌クラシックいいわね。区切りがいいから短いけどいかじかい。本当に短。今回の動画は以上となります。いや短いのはわかっているんですよ。すみませんすみません。ただここで次のあれを加えるのもなんだか状況かなと。まあ単にここで気力が尽きただけですね。次回はまあもうお分かりかとは思います。バスという手もありますが、この先も予定があるのでバスだと定時制が確保されるかというと、まあ鉄道の方が遅れが出てもマシだろうということですね。こんなチャンネルですが呆れずにチャンネル登録もお願いいたします。それでは次回エアポートで会いましょう。ご視聴ありがとうございました。